さんこんばんは。時間になりました。早速始めさせていただきたいと思います。私、本日司会をさせていただきます、企画の方もやっております、アイウト株式会社の大本と申します。よろしくお願いいたします。ちょっと不安なんで、進行がうまくいったどうかわからないですけど、優しい気持ちでよろしくお願いいたします。それと皆さん今日カメラいろいろお持ちだと思うんですけど、動画とか申し訳ないですけども、ここから先は撮り放題なんでガンガン撮ってください。一緒に見てガンガン撮ってください。よろしくお願いいたします。それで、もう前の方に料理とかも並んでるんで、早速ちょっとスタートさせていきたいと思います。料理手付けのちょっとだけ待ってください。電気を落としてください。林久美さんです。大きな拍手でお迎えください。
ぶりなんですけど、2年ぶりにお目にかかる方がバランスお元気でいらっしゃってて嬉しいです。本当もうね、一時は一昨日は東京の台風でしなかったんですけど、なんか何かとね、大阪もちょっと気候が不順で、もう日焼けだったんですけど、今日はすごいいいお天気でよかったなと思ってますけども、もう今更説明するまでもないんですけども、今日も最後までよろしくお付き合いくださいませ。皆さんもうテーブルの上に美味しそうな料理が並んでるんで、まず乾杯から。あ、そうですね。じゃあスタートしたいなと思いますので、皆さんちょっとグラスに、はい。ビール、お手元に回りましたでしょうか。本当に青春プレイバックというのも青春 ING で、これから先もずっと長く青春を味わっていきたいと思ってます。皆様も同じことなんで、ずっといつも元気で青春の気持ちでこれから先も ING でやっていきたいと思います。青春を記念して乾杯。乾杯。安心して、いいお友達になれるかと思います。すごい古いというか、初めて青春プレイバックのパーティーをやった時からずっと来てくださってる、もうもはや本友のような感じの、方もいらっしゃいますし、すごくもう慣れちゃいますかね。なんか初めてだからだいぶ。そうですね、僕は4年前ですかね、京都を、はい、ね、京都でマジシャンとして呼ばれていきました。ほんで、去年一昨年、はい、大阪でもしたいということで、はい、1回目ここでさせていただきました。はい、で今回が2回目ということですね。はい、大阪でやるの久しぶりなんです。はい、ドキドキしてたけど。そうですね、たくさん集まっていただきまして、はいはいはい、ありがとうございます。はい、なんか今回夏の、はい、久美さんのいろいろ、本当でやってます。夏の青春プレイバックの時に使ったスライドがあるんで、ちょっとこう季節感がないなと思うようなものはちょっと多少入れ替えてはいかんですけども、まあ、ちょっと夏使ったものの使い回しで恐縮なんですけど、スライドを見ながらちょっとお話できたらと思います。はい、そしたらスライドの方お願いします。東京から来てくださってる方もいるんで、もう一回2回目かなって思うかなと思って。そうですね、なんか東京とか名古屋とか、うん、はい、いろんなところから、はい、来ていただいてみたいで、今日もね。で、たまたまこの夏ハワイ行ったんで、ちょっとアロハウェイかなという感じでこのスライドを作ったんですけれど、ちょっとどんどん行ってください。まあなんか本当、おとといは東京が、その前の台風21号の時にはすごい大阪も、木が倒れるぐらいの嵐だったらしいんですけど、おとといは東京がすごくて、マンションに住んでたんですけど、もうマンションがガラスがビビビッと取って、なんか割れるんじゃないかなと思って、これは一晩寝られないぞって思ってたんですけど、出ちゃいましたけど、まあ岡山あたりを中心に西日本の豪雨災害があったん で私たちも、チャリティーイベントをいくつかやりまして、次行ってください。こうやって安倍晋三さんとか林ひろ子さんとか、今ラジオの番組一緒にやってるんで、一人ずつ違う時間帯なんですけどやってるんで、じゃあ一緒になってチャリティーイベントをやりましょう。最初は西日本の豪雨のイベントだったんですけど、そうこうしてるうちに
台風25号大阪、それで北海道では地震があってどこのチャリティーだか分からなくなっちゃったねみたいな感じで、でもまあ一生懸命募金を集めまして、4日間連続でやってかなり集まったんで、それは寄付させていただきました。次お願いします。今ちょっと今この着てる衣装と同じだったのが気がしますけど、なぜこれを着てるかというのは、今日はちょっとハワイアンを踊ろうと思ってこういう格好で着てしまいました。映像が今遅れております。まあなんか顔だけ涼しそうな顔して体がびっしょりっていう。